申し上げます。近頃南海の宝刀殿は政務をせず先びたるの毎日と聞きます。南海の政務は滞り、このままでは民の信頼をも失いかねません。なんだと？うーむ、宝刀名、宝数の名を信じて任せたのに逆に規律を乱すとは。張飛、おう、今から南海へ向かい宝刀の様子を視察してまいれ。手心を加える必要はない。よく見分した上でお前自身で対応を判断するのだ。長子の判断怖えな。おうよ、任せとけ。その話が本当ならこの俺が踏んつかまえてやる。おい宝刀、てめえ仕事もしねえで酒ばかり飲んでやがるそうだな。兄者はお前を見込んでここに任せたってのにどういうつもりだ。うぅ、張飛殿、二日酔いに響きます。そう大声で怒鳴らないでくだされ。なんだと？やれやれ、あの程度の仕事で大騒ぎしないでくだされ。大した手間でもありません。すぐに片付けてみせましょう。さあ見ての通り、すべての仕事を片付けましたよ。何？まだ半日も経ってないぞ。うーぬ、確かに片付いている。しかも内容も完璧だ。あんたすげえじゃねえか。兄者もとんだ才能を眠らせてたみたいだな。そう言っていただけると幸いです。さ、元よりこんな雑務より、ああ読めんかった。宝刀殿、いや先生、ご無礼つかまつり誠に申し訳なかった。兄者には俺が命に代えてでも先生を重用するよう言っておく。だからこの通りだ。その大才を若君のために貸してくれ。兄者、兄者、宝刀殿の才覚は本物だぜ。あの男なら間違いなく若君を天下に導いてくれるはずだ。うーむ、なんということだ。そのような賢人をそりゃくに扱ってしまったとは。申し上げます、諸葛亮様が参られました。殿下、資源殿の処遇の話を小耳に挟み参上しました。うむ、そなたにも聞こえていたか。その様子ではすでにお分かりと思いますが、資源殿は百里の才ではありません。宮中に胸中に蓄えられている学問はそれがしの10倍と言っても過言ではないでしょう。すぐにでも招き寄せ天下の仕事を任せるべきです。うーむ、危うく賢人を失うところだった。すでにすぐにでも宝刀を招き重用するとしよう。宝刀、今回の一件我が不明を恥じるばかりだ。許してくれ。いえ、大して気にしてはおりません。こちらこそ試すような真似をした不遇をお詫びしましょう。おう、では宝刀、これから世の近くで天下のために力を貸してくれ。宝刀、ちょっと上から目線やな。心得ました。全力で殿下を支えてまいりましょう。宝刀は改めて賢人として迎える。まあ、ここはまあ有名なところだね。